今日は2020年度外国人株主増加数ランキング第7位のホットリンクの株価見通し解説がテーマです。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。今日は冒頭第20回 YouTube ライブのお知らせです。おかげさまで回を大ごとに参加いただける方が増えている YouTube ライブなんですけれども、1月22日土曜日夜8時から第20回目の YouTube ライブをお届けします。その中で2022年お金の学校がお届けする新プロジェクトの発表も行います。いつも通り視聴者さんとコミュニケーションを取りながらお話を進めていきます。質問等も受けたまわりますので、ぜひ当日のコメント参加お待ちしております。第20回 YouTube ライブ1月22日土曜日夜9時にお届けします。チャンネル登録がまだという方はぜひこの機会にチャンネル登録もお願いします。第4位だったメドレーに続けて2020年度外国人株主増加数ランキングにランクインした銘柄の株価見通し解説をお届けしていきます。外国人株主増加数ランキング第7位はホットリンクです。直近1年間の外国人株主比率の上昇幅は 11.2 ポイント、外国人株主比率は 14.4% となっています。ちなみに第5位と第6位を飛ばしたんですけども、第5位はグレイステクノロジー、第6位はクリーマがランクインしていました。ホットリンクは企業向けに SNS を活用したマーケティングを手掛ける企業です。海外投資家向けにこの SNS マーケティングに注力する事業計画などを説明する広報活動を実施したところ、海外マネーの流入につながったと言われています。外国人株主増加数ランキング第7位となったホットリンクの株価の動向はいかに、詳しく解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。まずはホットリンクのビジネスモデルから紹介します。ホットリンクは2000年に代表取締役である内山幸喜さんが創業しました。2011年に口コミ係長が ASP SaaS クラウドアワード2011先進技術賞を受賞して話題となります。口コミ係長は Twitter、ブログ、掲示板などソーシャルメディアに日々投稿される膨大な口コミ情報をリアルタイムに収集分析することが可能なツールです。そして2013年12月に東証マザーズに上場を果たしています。ホットリンクは企業向けに SNS を使ったマーケティング支援を手掛けています。伸び盛りの企業に多い SaaS 企業に分類されます。 Twitter など SNS での広告の打ち方を助言したり運用を代行したりしています。 AI を活用した SNS ビッグデータ分析とマーケティング支援ではブログなどの文言を分析してトレンドをつかむ技術力に強みがあります。2015年に買収したアメリカ子会社による SNS ビッグデータアクセス権の販売、中国向けプロモーション支援と越境 EC 支援のクロスバウンド事業が事業の3本柱となっています。現在ではブロックチェーン事業を活用した新事業を模索中で、クロスバウンド事業に積極投資を行っています。直近の話題では SNS 分析を生かしたインフルエンサーマーケティング支援サービスの提供を開始しています。現在 SNS マーケティングではインフルエンサーを活用した口コミが注目されています。しかし企業側は PR 投稿後の成果が見えず、ブランドに合ったインフルエンサーの最適な起用や購入につながらないなどの課題に直面しています。ホットリンクは独自のキャスティング手法、データエビデンスドキャスティングを活用して、誰が言うかの設計だけではなく、何をどう言うかもブランドの特性に合わせて企画を立てて、売れる話題化作りのノウハウで成果を創出しています。 SNS 上での消費者行動の知見をもとに購買意欲を高めて、購買行動につながる SNS 活用を提供していくとのことです。そしてもう一つが TikTok への広告配信サービスを提供する TikTok for Business Japan と TikTok 広告代理店契約を締結しています。これによって本格的に TikTok マーケティング支援事業を開始すると発表しています。今後グループ企業でショートムービーコンテンツの活用を行うトレンドエクスプレスのノウハウを掛け合わせて TikTok マーケティング支援事業を行っていくとのことです。続いてホットリンクの直近の決算内容を解説します。2021年12月期第3クォーターの決算発表なんですけども、売上高は43億1600万円、前年同期比 44.1% 増、営業利益は1億7000万円、前年同期は赤字でした。当期純利益は5億4400万円、こちらも前年同期は赤字となっていました。 SNS マーケティングは既存客の予算が増加したほか、新規受注も好調に推移しています。人件費の増加などをこなして営業黒字を達成しました。通期の業績については、営業利益が従来予想の1億4700万円から2億2200万円に、純利益は1億6700万円から5億9300万円に上方修正しています。クロスバウンド事業の越境 EC プラットフォームの新サービスが想定を上回る大きな伸びとなりました。アメリカブロックチェーンファンドへの出資で評価益が大きくなったことから純利益が大幅に上がっています。2022年12月期については SNS の需要拡大、越境 EC も化粧品領域で成長が続くと予想しています。
ビッグデータも堅調に積み上がることで連続黒字を目指すとのことです。続いてホットリンクの株価見通しをお伝えします。まずはここ3年間のチャートを見ていただきたいんですけれども、2020年のコロナショック以降、コロナ禍で株価を段階的に引き上げてきていました。業績の情報修正発表後に株価は一段と大きく上昇したんですけども、南アフリカでオミクロン株の発生が確認されたと発表された11月末頃をピークに、現在では下落トレンドが続いているという状況です。ホットリンクの本日の終値は650円で、配当金株主優待はなしの銘柄となっています。日足チャートを見ていただいても、現在は下落の一途をたどっているという状況です。高 PR のグロース株は売られやすい状況になっておりまして、ホットリンクもその一環で売られていると思われます。現在の株価水準で PR は 17.9 倍と、割高感はなくなってきたと思うんですけども、2021年12月期の連結業績予想を増額修正して、株価をここ大きく上げた時に開けた窓を一度埋めに行く可能性はあると思います。ということで、あと100円ぐらい下落するリスクはあるということになります。過去5年間の業績を振り返りますと、利益はおぼつかないものの、企業の SNS マーケティングニーズを捉えて売上は着実に伸ばしてきています。2021年12月期については有価証券評価益もプラスされたこともありまして、2022年12月期については当期純利益は減益予想となっています。その一方で営業利益は伸びる予想が出ています。この先株価が急騰する前のこのあたりの株価水準まで下落してきたとしますと、時価総額は100億円の大台を割り込んでくることになります。一発逆転を狙いたい投資家さんにとっては魅力を感じる銘柄だと思います。週足を見ていただきますと、コロナ禍で株価は非常にアップダウンは大きいんですけども、ただ下値は切り上げながら上昇してきています。ということで、今後も着実に成長を遂げることで、このようにアップダウンを繰り返しながら上昇していく展開を予想します。アップダウンしながらということになりますので、こまめにこういったところで利益確定売り、そして買い戻し、これを繰り返しながら収益を狙える銘柄だと思います。まずはチャート上窓埋めとなる500円台前半、このあたりの水準ですね。このあたりはバリエーションという観点からも押し目買いを検討するラインだと思われます。続いてホットリンクの今後の懸念材料についてお話します。まずは人材の確保、人件費の増加の負担です。ホットリンクに限らずということになるんですけども、 SaaS 企業においては優秀な人材の採用と維持というのは重要な課題となります。ホットリンクのニーズにマッチした人材の確保ができない場合、今後の成長に大きな影響を及ぼす可能性があります。また足元でも人件費の負担増は業績のマイナス要因となっておりまして、思いのほか利益が伸びてこないという状況が起きる可能性もあります。そしてもう一つが投資に関するリスクです。ホットリンクは新たな事業への進出やブロックチェーンスタートアップへの出資など積極的な投資を行ってきています。この投資による成果が思わしくない場合は、運用成績の悪化による業績の低下につながる可能性があります。今日のまとめということなんですけども、企業の PR 媒体として SNS のニーズはますます上がってくると思われます。それと同時に精度の高い広告の打ち方を求めるニーズも高まってくると思います。そこで長年培ってきたノウハウを生かしたホットリンクの存在が求められる機会は増えてくると考えています。株価については現在は下落トレンドが続いているんですけれども、コロナ禍で下値を切り上げながら株価は上昇してきています。チャート上窓分けが発生している500円台前半というのが押し目買いを検討するラインだと思います。今後も株価はアップダウンを繰り返しながらも着実に業績を伸ばしていくことで、株価の上昇が期待できる銘柄だと思いました。今日は2020年度外国人株主増加数ランキング第7位のホットリンクの株価見通しについてお話しさせていただきました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。